雨だな。待って、あ、これうまそう、うまいじゃん、絶対。カラシレンコンもあれだね。あっち行ったら熊本城か。熊本城までが若干遠いんだよね。そう、まだ朝早いからか、全然人いない。雨だからかな。結構いろんな店あるね。うまい。あ、この右下のこのエリアがいろいろつまんで食べ歩きみたいな感じか。こっちがレストラン。そしてどこの観光地にも見かける蜂蜜。こうやって見たのがめっちゃあるな。もうこれちょっと穴場かもしれません。ウニコロッケは？山ウニ豆腐。すげえ混んでる。ツアーかな。お、人がいる。意外と城西園から遠いの。10分ぐらい歩くのか、それ。天守閣入り口。もう行っちゃう。もうどっから入っても無理じゃん。全部無理説。すげえ。
加藤時代からの細川時代。これからこの模型を使って熊本城と城下について見ていきましょう。本丸は熊本城の中枢です。大天守、小天守、本丸御殿のある本丸城壇を中心に、宇土櫓のある平西門は、五階櫓のある築山と飯山、そして東竹野丸、竹野丸、堀を挟んだ西側には西出丸があります。これがいっちゃうまい。熊本県庁に。これ小田さんのってこと？あ、そういうこと？すごい。あ、こっちあれか、もしかしてこれ全部麦わらの一味全部いるってことか。これブルックとフランキーでしょ。で、旗のこっち側が海賊旗で、こっちにキャラクターがいるってこと。おお、すげえ。なるほどね。表から見るとキャラクターがいて、ブルックとフランキーがいて、裏側には海賊旗がある。おお、これが最初だね。復興は続く新たな冒険で、これでまさかのクマモン。クマモンでもなんかいそうだもんな。まあ、クマいるしね。これは
何口だこれ。こんな感じです。あ、白川口じゃない方、白川口じゃない方だから、なんていうのこれ、何口。あ、お手もやんだ。お手もやんって何なんだろう。熊本から博多まで何分か、40分ぐらいか。40分で行けすごいよね。あと熊本空港から熊本駅バスで1時間って考えたらなんかすごい早い。新幹線やっぱ早い。一見何の変哲もないただの肘掛けと思いきやドリンクホルダー便利。博多に着いたかがないよこれは。すげえ曇ってるわ。九州屈指の大都会博多、とりあえずホテルにチェックインして明太子を食べます。なってると思うよ、七王子さん。今回もドームインです。元祖博多明太重。ここからどんぐらいだろう。3分ぐらいで行けるのかな。400m。すげえイルミネーション。博多は都会だね。おお、綺麗。ブルガリアヨーグルトがいい味がしてる。
やあと道がめっちゃ広くてここは歩きやすい、いいね。そして博多名物屋台のラーメンはこの通りでござい。やば、めっちゃ人いる、にぎわってますね。これの奥行くとキャナルシティ。おー、これ屋形船、屋形船いいね。屋台を通り抜けてキャナルシティ、めっちゃ綺麗だね、すごい。かなり綺麗じゃん、キャナルシティ。キャナルシティにやってきたお。店舗が入ってるのは1階と2階、3階、5階と5階。駐車場入れたら何階もなんだろう、なんかめっちゃ広い。もうキャナルシティ行けばもう全てが揃う。おお、すごい。